北京の日本大使館では日本対コスタリカ戦を日中合同で観戦するイベントが初めて開かれました。若い人から家族連れまでたくさんの中国の方が日本代表の応援に集まりました。日本対コスタリカ戦、まもなくキックオフです。北京の日本大使館にはおよそ100人のサッカーファンの中国人が集まりました。試合は惜しくも0対1で敗れましたが、会場の中国人からは日本代表の健闘を称える声が聞かれました。今天很遺憾啊，很遗憾，希望下一场能赢。这一次可以在大使馆跟一大帮朋友、一大帮新朋友看球赛，我觉得这个很不一样。看球赛就应该有这样的氛围。北京の日本大使館での合同観戦イベントは初めての試みで、元日本代表監督の岡田武史氏からもメッセージが寄せられました。